人間同士がそれぞれが切ない思いを切ないいわば挫折を抱え合って深いそれに対する思いを持って生きてるっていうことに共感し合うっていうことが、まあ、人と人の間の道というか振る舞い方の基礎つまり倫理の基礎になるというのがそのように考えました。皆様こんにちは 本日は坂東陽介先生に物の哀れと日本の道徳倫理というテーマでお話をいただきたいと思っております坂東先生どうぞよろしくお願いいたしますしお願いいたします坂東先生にはこの前の講義といたしまして源氏物語と物の哀れという講義をいただきましたけれども今度はその物の哀れという、まあ、元織則長がこう提示した考えというのがいかにこう日本人の道徳倫理というものにを、まあ ある意味ではうまく汲み取っているというところになるんでしょうかね。うん、になるのか。まあ、それを知るといかにこう、そういう日本人の道徳感、倫理観が分かりやすくなるかというところがあるかと思うので、そのあたりのお話をぜひいただきたいと思うんですけれども、最初に、まあ、あの、前回の現実物語の講義見た方にはやや復習になりますけれども、ものの哀れとは何かというところでお話をいただければと思いますが、あ先生のイラスト解説からよろしくお願いできますでしょうか。はい、承知しました。あの、 えと物流れといいますのは、えー、と18世紀の思想家元折宣長が特に30代ぐらいの、ね、彼の若い頃に日本の文学和歌とか物語とかの全ての精神はこの物流れという一言に尽きるんだという形で提唱した、まあまあ、人間論というか情念論といいますか、はい、です。で永説明する物流れというのは 要するに外、人間であれ、あらゆる生き物であれで、特に人間ですけれども、外界のいろんな対象下に、 心を動かされるわけです。例えば、あの、イラストでご覧いただくと、美しい花だなぁとかですね、美しい人だなぁという形で、それが、まあ、憧れの思いであったりとか、あるいは美的な感動であったりとか、あるいはここでは肯定的で好ましいものだけを挙げましたけれども、なんとおぞましいことであろうとか、なんと腹立たしいことであろうっていうのも含めて、いろんな感動を与えられると。で、それが、ああ、 というため息になるだから哀れっていうのは現代語で言うと感情というべきなのかあるいはため息という口から漏れる思わず何か外界の対象に心動かされて漏れるため息というべきなのか少し微妙なところがありますがまあ差し当たりは要するに外界のものに動かされた感動であると理解してよろしいかと思います。このイラストでもまさに心 心臓がこう動いていますけどその心の動きから出るものだというところになるわけですね。はい。で、さらにもう一枚先生にはイラストをご用意いただいておりまして、ここで、えー、示していただいているのは、欲と情というところでございますね。はい。あの、これは、ノリナのそのモノアレロの、まあ、すごく私が注目しているところで、ノリナによると、今申し上げたように、あらゆる人間の感動は哀れなわけですが、感情というかは、だけどそこには深いと浅い。 ととといいいいう違いがあるとで欲はは浅く情は深いと説明していますどういうことかというと欲っていうのは、えー、と左側ですが何か財宝とか食べ物とか人間の欲望を喚起するようなものを一筋に願い求むものだからそれを欲しいと思う所有したいと思う同一化したいと思うそういう思いが欲ですで問題もう一つ人間の心の動きっていうのはあってそれは右側の情です でこれはあの対象にまあ物に関して外観するとノリナガら説明していますが何かその対象を見たときにこうため息が漏れるようなタイプです先ほどの説明で言うとで我々いつため息が漏れるかっていうと対象がに届かない時ですだから相手に対する恋の思いがあるけど振られたとかあるいは花が美しいなと思っているけれども 明日には散ってしまうとか、対象を何かの意味で欲しい、同一化したいと思うのはよくと同じなんですが、それが不可能な時に我々は深いため息を漏らすと。で、その時にほ欲しいなと思うだけなのと、欲しいのに手に入らないな、ああっていうのは確かに感動としてい意味では一緒なんだけですけれども、どっちの方が思いとして深くなるかっていうと、どう考えても届かない時であると。だから我々は特に届かないと、それは悲しみになるわけであって、だから我々は 特に広大の日本人は哀れというとただ悲しみのことだっていうふうに意味が変遷してきたわけですけどそれも今言ったような経緯によるのだと宣長は説明しています。はいまあ、この「ものの哀れ」さらに「欲」と「情」のこう違いというところから宣長、まあ、はいわゆる倫理感道徳感の部分についても説明しているということでございますけれどもここも改めてご説明いただくとどのようになりますでしょうか。はい えとだから先ほど申しましたように物哀れというのはあらゆる感動なんですけれども特に特権的には相手に届かない切なさとかあの、まあ、切ないため息が特にそれ中心にあるわけです。でそうするとあのこれ個人の劇じゃないわけですね。一人の人が相手に届かなくて「はあ」っていうんですまなくてそれを見ている他の人がいるわけです。そその他のの他人たちはその あの誰か自分の隣にいる人が何かに挫折した切ないため息ということにあの共感ができるわけですで。しかもそれは自分が欲しいと思っているものとは違うわけですね。例えば光源氏のように自分の死んでしまった母親の面影に恋焦がれてるっていうでそれでまあいろんな不倫の恋とかをしてしまうわけですけど我々全員がいなくなってしまった不在の母親に恋焦がれてるわけではおそらくはないけれども光源氏がそれに恋焦がれていることを私たちは理解できる。 で自分がそこまでやるかどうかは別として共感することはできるでそれは別の他の人にとってはまた別のことがあると思うんですねその例えばスポーツ選手になりたかったけど途中で体を壊してしまってなれなかったでだけれどもあの自分の子供が同じスポーツをやっているのをあのベンチで見ているという形の深い届かなさを,を示している人もいると思うんですけどそれにも我々は共感することができる。 でそれがあの人間同士がそれぞれが切ない思いを切ないいわば挫折を抱え合ってい深いそれに対する思いを持って生きてるっていうことに共感し合うっていうことが、まあ、人と人の間の道というか振る舞い方の基礎つまり倫理の基礎になるのが今スポーツの例と例えばあの亡くなったお母さんの例といろいろ出ましたけど。その対象は色々変わっても 思いの深さであったりとか切なさであったりとかその心の揺れ具合でを基準にした場合には、まあ、共感できるというか、うん、共通性が出てくるという形になるわけでしょうかね。そうですねで、まあ、近く乗りな長は誰もにまあそういう挫折があるというか、はい、届かない対象はあるんだということはおそらく考えているわけです。